さあ今週も始まりました地域密着型バラエティー宮古テレビサンダル。いや怒られるわ。パチンコやったろくん。はい。宮古島の夏といえば何ですか。そうですね、海とかかき氷とかですかね。そばです。ということでね、我々ふすすたりスタジオは宮古島のそば屋さんを、はい、おそば屋さんを巡るツアーをやろうかなと思って、はい、記念すべきその第一弾、はいはい、今回は僕の高校の先輩がやっているそば屋さんに行こうかなと思っています。それでは行ってみましょう。行ってみましょう。早速。はい。ひょっ。やるくんかい。だるだる。あ、見えてきましたね。あ、あれですかね。こちらですね。あ、はいはいはい。アルショーだ。アルショーだ。アルショー。定食に課長生狙いの当選ドンキで当選した君が旺盛。しこ知らない彼氏の世界で俺たちに夢。やめだろお前、朝からすごい舐めんなお前。多いな。6。マンチじゃないです。マンチ、マンチですね。マンチです。マンチ。そば屋マンチ。はい。タイ仲間からイカドリ漁港に向かうこの大通りの左側にあります。はい、おはようございます。ああ、ありがとうございます。あ、メニューがいっぱいありますね。沖縄ナポリタン750円。おすすめってありますか？やっぱ宮古そばか、混ぜそば。混ぜそば。どうしようかな。いっぱいなんだよ。なんで来たんじゃん、お前じゃ。でもドライカレーもあるからね。そば屋の紹介だったんです。あ、ちなみに荒島先輩は、はい、僕の東京ドリフトに出演していただいた名前だけで知らないのに使われてますね。シナジェイシナジェイ、よろしくお願いします。じゃあ宮古そばと混ぜそば一つずつ、はい、お願いします。 OK です。お願いします。わかりました。できたらお持ちしますので、はい、はい、どうぞ中の方で。お、すいませんね。お願いします。めっちゃやるやん。広い。テーブルの木がいいの。これ木来たよ。うん、なんか違いがあるの。いや、あるよ。あの、なんか別に木っぽい材質の安いもの買うの。そういう木がいい。気がする。いや、かましいよ。来た来た来た、アルショ来た。美味しそう。これは宮古そばっすよね。宮古そばですね。サワトアンダギ。美味しそう。ありがとうございます。俺、弁当のさ、食レポとかやっててなんだけどさ、そば屋に来たりしてよ。うん、俺味オンチだよ。これ勇気薄いからしかわからない。すごい、目がかっぴられたけど。パキってる、もう目パキってるからよ、おい。うわ、あるしょ。これなんか入ってんじゃねえか。うめえよ、おい。パッキパキやで。食レポ向いてないな、おい。早期だな。うん。美味しそう。美味しそう。これ美味しいって結構有名なんで。うん。みんな言ってる。パキ5つ。なんかそれ。何かそれ。宮古そばの味はかまぼこで決まると過言だよ。うん、そうなんだ。いただきます。うん、何だろう。パキイッ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。うまかった。大変ガラ悪いの、本当に。何見てんだよ。撮ってんじゃねえよ。撮ってんじゃねえよ、おい。すいません、すいません。お前、最後もないんか。お前の財布かい。お金がないんだよ。同情するなら財布くれ。金持ちだから1万円しかないんだよね。千円札とか見たことねえから俺。今金ないっつったぞ。震えてるさ。俺が千円札か。初めて見たわ。嘘つけよ。ごちそうさまです。ありがとう。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、ということで今日は沖縄そば屋さん6にお邪魔しました。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。6って名前じゃないんですよ。マンチに変わりますね。
マンチですか。あ、じゃあ看板は今は作り変えてる。そうです、そうです。ああ、なるほど。結構種類とかいっぱいあるんで、はい、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。あるぞ。一応先輩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 。ごちそうさまです。ありがとうございます。